ていいかちょっとよく分かってない。うん。っていうね。フォロメン家に連れ込む。ちょっと船長最近さ、掃除できてなくてさ、ちょっと汚くて呼びたくないな。恥ずかしい。船長も最近さ、あれだもん、もうなんか、ダスキンみたいなの呼ぼうかなって思ってるレベル。掃除代行サービスみたいな。ね。マリン姉、マリン姉、船長をね、凌駕する、はるかに凌駕するレベルの、機械を知らない女だよ、マジで。なんか、マジマリン姉、ほんと呆れ果てるからね、君たち。あのさ、Windows 10にさ、アップデートした時あったじゃん。あったじゃん。なんかさ、Windows 10に絶対にアップデートしてやるみたいな、なんか圧をかけてきて、無理やりアップデートしてこようとしてきた時期がさ、数年前にあったじゃん、なんか。Windows サイドがさ、絶対アップデートしてやるからな、みたいな感じで、ご利用してきた時期あったじゃん。あの頃に、普通に考えたらさ、普通に考えたらよ、これからの社会、これはみんな強制アップデートを食らうわけで、多分会社に行っても、Windows 10になってるだろうし、Windows 10に適用するのが絶対的に正解って思ってアップデートをして Windows 10に体を慣らすのがさ、絶対的に正解じゃん。どう考えてもそうじゃん。なのに、ね、マリン姉はね、Windows 10になったら操作がわからなくなるからっつって、アップデートを拒否り続けて結局アップデートできなくなって積んでしまって、なんかパソコンができなくなったみたいな連絡をしてきたもん。なんか、あの船長が、あの、なんだっけ、あ、豊洲のライブに出た時に、なんかその、ね、チケットを送ったら、なんか、もらったけど、なんか、パソコンが、なんか、Windows が古くて見れなかったって言われたもん。マジで。情けねえよ、本当に。です。もう、船長の父親に至ってはさ、なんか、パソコン開くとさ、ウイルスソフトみたいなのが、ダーって立ち上がる。ドドドドドドって立ち上がるって。パソコンぶっ壊されてんの。うん。マジ、情報弱者しかいねえよ。だから、宝生家では船長が一番情報強者なの。うん。